和歌山県美濃島漁港で YouTuber やっております漁師系 YouTuber の田久宗と申します。ちょっと和歌山県なんで、二階さん、息子さん今回衆議院出るって言うたんで、ちょっと話聞いてくれるかい。僕まあ生まれた時から漁師町、そしてまあ今も漁師系の YouTuber 美濃島でやらせてもらってます。大変です。一次産業どうするつもりですか。僕はまあ今で現在50歳、まあ漁師やろうと思ってやってたこともあるんですけども、実際30年ぐらい前からずっと右肩下がり、物の値段は高い、漁具は高い、燃料費が高い、魚が安い。じゃあいつになったら魚が上がるんかなと。ブランド化せえ、6次産業化せえって水産庁とかは言いますけども、6次産業化で、あるいはブランド化で、どれだけの人がブランド化で成功するでしょうか。みんながみんなするわけない。それはね、日本が政策を間違ってきたからブランド化して、お前らブランド化できてない酒魚が安いんだが、だからお前らが悪いんやろと、それは押し付けてるだけの話ちゃうかと。僕はね、魚の値段っていうのはやっぱり国がもうちょっと力入れやなあかんと思ってる。今までは入れてるで、国も入れてくれてるけど、それはね一部入れ方が間違うじゃろ。例えばまあ一般の人にもちょっと聞いてもらいたい。例えばさ、農林水産で売上とか年間の売上が下がったら保証してくれる漁獲保険っていうのがあるんです。一般の企業がそんなあったらいいんですけども、農林水産はあるんです。でもそれはね、3年間の平均とか、水揚げがある程度あるところから、例えば底引きで言うたら1500万2000万って水揚げがあるところからね、ガグンと下がった時に補填してくれるのはありがたい。でも今の美濃島はどうですか。もう下がりきってどんどこや、最低レベルの水揚げしかできてない。それから下がったところでどうせえっちゅうんよと。だからその保険制度はありがたいのはあるんですけども、今だったら全く役に立ってない。そしてエンジンとか壊れた時の漁船保険、あれもね、一般の方が例えば船持ってエンジン壊れても保険っていうのは民間の保険ではあるんですけども、漁師の人たちはやっぱり漁船保険っていうのがあるんです。でもその漁船保険もね、消耗品がダメとかいろんな条件があって、結構修理費っていうのはね、一部負担金というかな、一部っていうか負担する金額が大きいんです。メンテナンスがいるんです。保険制度っていうのをもっと充実してもらいたいなと。そしてやっぱり漁価が上がったらええって、それは上がったらええのはわかる。でもさ、例えば社会保障費、会社とかしてたら社会年金、厚生年金とか国民年金とか税金もそう。30年前では消費税がなかったけど今は 10% や。いろんなもん国が税金を取ってんのにもかかわらず、手取りっていうのはみんな減ってるらしいわな。30年間手取りが減ってる。そんなやってなんで高い魚が売れることあんのよ。無理無理。中国とかからしてさ、お金持ちが食べに来てくれてっていうのでね、そういう観光客で需要あるかもしれへんけど、それは一部の話やって、一般のほとんどの日本のその近海の魚漁さん、底引き漁さんとか いろんな漁さん苦しいと思うな。みんなほんまに大変そうにしてる。これはでもね、みんな各組合とか県の問題じゃないと思うな。国水産庁、今までの政策が間違ってたとこ多いよ。堤防とか市場とかいろんな市場新しいしてくれるのは結構やって。でもよ、その負担みんな漁師に来てんね。それで漁価上がるんだったらかまんで、ほんまに漁価上がれへんって。じゃあ漁価がっかり、漁価がさ上がったらええんかって、それもね大変な。だって食べ物っていうのはね、日本人がみんな生活していく上で食わなあかんねん。贅沢品じゃないよ。絶対米と肉魚っていうのはタンパク源っていうのは食わなあかん。だからそれは何万円ってなって、所得低い人たちがタンパク源を取れないようになったら困るさけ。だから一概に上がったらええとも思えへん、日本の全体のことを考えたらね。だからそれは僕はどうしたらええんかって、ある程度値段の安い時に国とかがバンと札入れて魚を買う。そして学校給食とか病院給食、あるいは子ども食堂さんとかいろんな人に配る。そうやって一次産業を支えていかなあかんの違うかと思うな。僕は養殖養殖って言うけど、養殖だかってあれやんか、餌とかも海外から入ってきてるしさ、円安の影響思いっきり受けてるって言うで。そう考えたらよ、この今一次産業、まあ和歌山県で言うたら西方とか田野浦とか美濃島漁港もそう、いろんな底引き漁師さん、昔は地方が元気やった。それはね、一次産業がしっかりしてたからよ。今はね、一次産業ガタガタや。これっていうのはやっぱりね、政権を担ってる自民党とか農林水産庁のやり方が間違ってたん違うかと思う。僕、日本の経済っていうのはよ、車を海外に売ってほとんど車やと思うね。車で経済回ってる。そのしわ寄せっていうのが貿易できてるんよ。まあいろんなこと言うとあれやけどよ、日米貿易協定とかでさ、肉小麦、日本ある程度年間今回買えよって言われちゃう。小麦も買わなあかんわけやな、これ昔に。もうそれはもう戦争で負けたからしゃあないわ。学校給食もな、
週に何回かパンになってしまうけど、絶対小麦は消費税なあかんようになっちゃう。肉もそう。だからいろんな肉とかも食べやなあかんようになっちゃう。だからそれからまあ日本人中が大腸がん増えたとは言うてるけどさ、まあそんなのはどうでも構わんだよ。でも僕はね、やっぱり有事の時にももう戦争とか起こった時には日本の一次産業っていうのが潰れてしまったら弱いと思うね。足腰弱いと思う。この一次産業どないしてくれるつもりないのと。でこれね、未来を感じへん、未来の明るさを感じへんね。みんな底引き漁師さんとかもそう、一時しのぎでとかやってるんじゃない。10年20年中長期的に、いや日本の漁業、近海漁業とかはもうちょっと絶対弱くなっていくよ、今はしんどいけどまあちょっと我慢やってくるよと、絶対に日本が力入れて一時産業をよみがえらせるよというぐらい力強く言うてほしいわな。ちょっと前の農林水産大臣に期待してた、あれ長崎県知事かなんかの人が農水大臣やってたこともあったんよ。長崎って言ったら水産王国や。まあもうその人も引退やってやめてしまったけどよ。これもね、ちょっと農林水産に対してはもうちょっと不平不満がある。だからね、まあ二階さん、和歌山やからよ、僕の動画見てほしい。堤防とかそういう市場とかね、そういうインフラとかハード面にも力入れてくれるのもありがたいけども、やっぱりこの直接生活を支えるようなね、海外ではね、一次産業っていうのは直接給料の半分を極端に言ったら、直接出しちゃうくらい、要するにお金を出してでも一次産業を続けといてくれよと。有事の時になったらやっぱり一次産業がしっかりしてない国はあかんねや、先に言って。その回一次産業に携わってる人のことをもっと大事にしてるらしいわ。日本どうない、地方の疲弊してるっていうのはそういうこともあると思うで。だからブランド化してない先にお前どこが悪いんやろうとかとちゃうんよ。ブランド化っていうのはみんながみんなできるもんでもない。だからね、業績が高い、もうちょっとね、直接的な支援やっちゃってほしいな。今だったらね、まあ一般の人はまあ聞いてくれよ。例えばエンジン欲しとか船買うって言ったらね、リース事業っていうのがあるわけ。そんなのも僕はさ、リース事業っていうのは半分ぐらい国が出してくれるんやけど、でもそれってね、天下り先を作ってるだけなんよな。別にさ、漁価がさある程度安定してたらよ、別に機械の半分お金出してくれるのも構わんのよ。船らいくら高くなっても漁価が潤ってたら構わんのよ。ノルウェーなんか見てみようって。ノルウェー羨ましいよな。漁価もええしよ、ブランド化してるしさって、国全体にブランド化できてるわけよな。だから日本が今6次産業せよ、ブランド化せよって各組合とか個人に任してるんだったらね、知れちゃうって。そうやったら自分だけええ生活してるだけやん、一部の漁師さんだけやん。そんなレベルやったらあかんって。日本国全体にもうちょっと一次産業のことを考えちゃってくれやなんだらよ。もう腹立ってね、今も魚がないわけじゃない、タイとかあるんやね。あるんやけど安すぎてね、タイがタイの値段してないもん。でもタイのことに関してはさ、海外ではタイ食べられてないとかいろんなこともあるらしいわ。ほんでやっぱり今はね、このなんちゃら問題でさ、放射能のあの水の問題で中国が貿易ストップしてるって、あれも影響あるな。今まで中国がいろんな魚受け入れてくれてた先によ、そこそこの値段も良かったけど、今はやっぱり中国から日本の魚が行けへん。じゃあ行けへんのはよ、それは国と国同士の争いや。これは経済戦争をやってるわけでしょ。それでも構わんのよ、別に中国といくらそんな貿易や輸入や戦するっていうのは自由にしてくれたね。でもその分一次産業のことを支えちゃってくれよって。どこそこで国がバサンと魚でも買うてよ、どこそこの国を売っちゃってきてくれよ、あるいは国内で消費するにやっちゃってくれよって。もうちょっとしっかりせよ岸田君。まあ君には期待してないけども、でもこれよ今厳しいの。これ一次産業、僕もはね、普通に YouTuber やらせてもらっちゃうけどよ、そういう全体的なもん見たらさ、各組合とか個人の努力っていうでできる復活するようなもんじゃない。国がもうちょっと力入れなあかん。そしてシートが県ももうちょっとね、全体的に考えてどうするらっていうことを議論しちゃってほしい。もう一個も上がらない。もう身の島でいててもね、苦しいなってみんな見てたらさ、そこ引き、もう今日も魚安い先行かんとこかって、ものすごく消極的や。しんどいろ、みんなしんどそうやろ。だからね、今まあ今度いつか選挙あるかもしれんけど、一次産業のことをもうちょっと考えちゃってくれよ。で支援の仕方っていうのはね、官僚だけに任せちゃあかん。その天下り先とか作ってよ、そのおめこぼし程度のお金をやれ、直接漁師に入るんと違うてよ、もうちょっと栄養にやっちゃってくれよってな。船ペンキ塗ったらいくらくれると、ほんとはペンキ塗らなあかんやが、ペンキ塗ったらほんとはペンキ代理になるだけの話やって。いろんなあるで、支援はある、機械買わなあかんとかある。でも今はそんなレベルを通り過ぎちゃうぞ、ほんまに苦しいぞ。たくみは YouTuber やからよ、自由に言わせてもらうけどもよ、お前な、まあ二階さんの息子さん今度まあ衆議院出るっていうことで決まったんやけど、まあいつか僕また挨拶に行かせてもらい、まあ議論やらせてもらえるんだったらやりたいなと思ってんだよ。和歌山県の一次産業もうちょっと見ちゃってほしいよ。そして漁師の耳に傾けちゃってほしいよ。で
10年後、5年後、10年後、20年後ね、明るい兆しのあるような政策を今作っちゃってほしいなって。今までの政策はね、決して正しかったと思えへん。それが今の結果や。みんな疲弊しきっちゃう。だからよ、もうちょっと明るいな。まあちょっと今しんどい、辛抱せよ。今しんどいけど辛抱せよ。5年後絶対子供とか孫の時代になったら絶対日本の水産業は復活するんやろっていうぐらいね、そういう政策を今考えちゃってほしいなと思うな。もう手遅れの部分もだいぶあるけどもよ。取りすぎたから魚が減ったとかそんなレベルじゃないと思うわ。やっぱり漁価が安すぎるよ。僕、魚の値段見て思うよ。昔の値段だったらこれ今日もものすごく大量やのになと思う時あるけど、まあ値段の5分の1、10分の1や。厳しいよ。厳しい。でも日本の今の、そら中流家庭が減ってる今からしたらよ、そんなにみんな魚値段上がるわけないよ。ほんで上げたらみんな苦しいよ。苦しい。いや、それはもうね、食育とか言うて学校給食でバンバン使っちゃってほしい。そして学校給食の部分に関しては国とかが負担しちゃってほしいな。そうやってまあ子供に日本の魚を食べてもらいたいなと思う。とにかく僕の言いたいのは、この魚安い時に学校給食でドカンと都合でくれ。それぐらいもっと支援しちゃってくれ。ほいでよ、まあこれはまあ円安になっていったらさ、日銀が支援するやろ。円安にならんように為替操作するやんか。何やそれすんだよ。別に円安のままほっといたらええんじゃんかいと思うけどよ、円安になりすぎた日本の経済がやって生きにくいと困る人がいてると、社会的にショックが大きい先について、おちょっと待ってくれ、円安に急激にならんといてくれって為替介入するわけやんな。それだったら魚介入やったってくれよ。魚が安すぎて漁師がピーピー泣いちゃう、これあかんっていう時にバンと札入れちゃってくれよって。和歌山県の有田美濃島でさ、底引きが80席ぐらいで、まあ大体売上が10億円としたらたった2億円ぐらいで、年間たった2億円で 20% の所得が上がるわけ。それぐらいの予算引っ張ってきちゃってくれんかいのとも。それ日本全体に考えてもよ、堤防ばっかり良くなってもあかんの、市場ばっかり良くなってもあかんのと。今がほんまにもう手遅れやけど、今からでももうちょっとなんとかしちゃってほしい。これはね、漁師以外の人も一般の人も巻き込んでね、どうするんだと言うて議論しちゃってほしいな。もう日本はね、海外から比べたらこの水産関係に関してはもう何十年も遅れてもちゃう、30年ぐらい遅れてしまっちゃうわけや。政策っていうのは全部ことごとく失敗してきちゃう。それはもうみんな分かっちゃう通りや。漁師がただ取りすぎた、乱獲したっていうだけじゃない。美濃島はもう乱獲どころとちゃうで。だって船もかなり減っちゃうしさ、行く日数もかなり減ってしまっちゃう。働いてる時間なんか1日でもどうやらだいぶ減っちゃうで。時間みんな帰ってくるの早いもん。だから今一概に近年乱獲してるんかったらそうでもないと思うな。うん、まあでもね、魚が増えた先って安いんや先、魚は多いよ。でも安いんや先やっていかれへんね。これをなんとかね、まあ和歌山県に求めたいのはね、学校給食でとにかくそこ立ってくれ、ドカンと和歌山の市場駅で札入れたってくれて、知れちゃうとよ、それぐらいの。それで両親がちょっとなんとかやっていけんねやさけ、もうちょっと支援の仕方っていうのは考えちゃってほしいな。まあ一方的に YouTuber やから言わせてもらう、タグムレです。よろしくどうぞ。